皆様お待たせいたしました。解説のコーラさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モンスターハンターワールドのこのスピードランイベントを解説していただくコーラと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本イベントなんですけど、他のゲームとちょっと毛色が違いましてですね、あのエニーパーセントとかそういうのではなくて、さまざまな、ゲーム内のクエストをあの TA する感じとなってます。あ、なるほど。ゲーム全体っていう形ではないんですね。そうですね、はい、あのゲーム内、モンハン RTA は一応あるっちゃあるんですけど、割と時間かかるし、ちょっと運要素も非常に強いなって、ちょっとタイムぶれたりするんですけど、そうですね、でもそういう TA は普通にまあ盛んでやりますね、なんかゲーム内は。なるほど。で、今予定されているのは6つのクエストですね。これちょっと120分いっぱいなんか使うことになるので、その時間内でクエストのセットアップだったりいろいろすることはあると思うので、スムーズさはそんなにないかもしれません。これってもしエニーパーセントとかでプレイしたらどのくらいの時間になるんですか？確かカテゴリー2つだったっけ。いや、まあ、2つ以上は確実にあるんですけど、メジャーなのは確か、なんですかね、ゾラマグラダオスっていうちょっとモンスターがいるんですけど、その初遭遇の、じゃあその後かな、なんか回クエスト全部のカテゴリーと、その上位のラスボスである、ゼノジーバっていうラスボス撃破後のカテゴリーに分けられてると思います。なるほど。タイム的にはどのくらいかかるんですか？なんだっけ、確か RTA in Japan で一回あったんですよ、このモンハンワールドの RTA。確かも4時間、3時間ぐらいだった気がします。ちょっと間違ってる。結構かかりますね。はい。あ、今、チャットでエニーパーセントが5時間8分って書かれてますね。そうですね、そうですね。多分今セットアップとしてると思うので、もうしばらくかかると思います、始まるまで。はい。これって、はい。いや、これ6つのクエストがあるんですけど、これ今紹介した方がいいか、それとも、時間に沿って紹介した方がいいかってちょっと悩んでます。それはもう完全にお任せいたします。わかりました。One of our long-term partners here at ESA that has been providing all the gaming monitors that's not only around the venue but also the monitors that our lovely runners are using on the streams. With over 30 years of experience working on CRTs and LCD monitors, ViewSonic Elite is using that knowledge to take their gaming products in a new direction. いや、モンハンって言ったら、ちょっと本当に新作がもうほぼ目の前って感じで、ちょっとワクワクしてます、僕は。もう新情報とかね、なんかすごいペースでちょっと公開されててですね。いやー、でもどうなんでしょうね。なんかすごい、なんか、TA とかちょっと若干経験してる身としては若干不安な面もありますけど、すごい楽しみですね。
そういえば今回プレイするのは PS4 版なんですね、はい、PS4 版です。確かこのゲームって PS4 と PC でも出てるじゃないですか。はい、あと Xbox もありますけど一応。ああそうですね、PC 版と PS4 版、PC 版の方がロードが長いぐらい、あとグラフィックも綺麗なところぐらいかな、違いは。あ、 PC の方が長いんですか。あ、じゃあコンソールの方がロードが長いです。あ、なるほど。はい、ちょっと操作についてちょっと話していただきますね。今回操作はですけど、ティームダークサイド、通称 TDS と呼ばれる方々ですね。まあ、YouTube で、海外のモンハン界隈でかなりの大物の YouTuber となっておりまして、ですね、チーム内をアカウントでシェアして、それぞれまあ動画を投稿するような、人たちです。あ、なるほど。今回、はい。今回そのメンバーのうち5人来た感じですね。モンハンって4人クエストをやる感じなんですけど、ですね、その4人のうちで残った1人は解説する感じとなってますね。あ、じゃあ今回は4人プレイでのタイムアタックってことになるんですね。そうです、そうです。ちょっとそうですね、そんなマジガチな感じじゃないんで、内容的にもちょっと本当に面白いような感じになってますので。なるほど、楽しみにしておいてください。てっきり一人でやるタイムアタッカーって今まで思い込んでいたので。ああ、なるほどなるほど。いや、ちゃんと4人でちょっといろいろなんかわちゃわちゃします。ただこれはですね、もう多分部門にも、どの部門にも多分所属してないと思います、今回のやつは。もう本当にモンス、このゲーム内のクエストを、もうちょっと、でも早く終わらせるっていう感じですね。いわゆる、単体ステージのタイムアタックみたいなものですよね。はい、そんな感じですね。それ、かつ、そんな、それを、かつ、なんか本当に最速じゃない感じを目指してるっていうか、可能な限りの最速を目指してない感じですね。ちょっとエンターテインメント的な要素を含んでいるっていう感じなんですかね。そうですね、そうですね。例えば決まった武器で最速目指すとか、そんな感じな感じです。なるほど。あとプレイスタイル縛りとかも結構多いですね。なるほど。それでも非常になんか面白いと思うんで。あ、はい。多分データはカクカク持ってきてます。プレイステーション4とかは多分オンラインストレージ、違いません。ストレージ、USB にストレージを内装できて、多分現地の PS4 に、流用する感じだと思います。なので、最初からのゲームプレイじゃ、初めからの、データではなくて、もう途中からもう本当に、多分そうですね、マムタロットの武器とかも大体揃えてるデータだと思いますね。はいはい、そうです、そうです。ショーケースっていうカテゴリーではなくて、本当にエキシビションみたいな感じとなってます。これはなかなか楽しそうな、はい、ショーが見れそうですね、本当。本当楽しみです、僕。特にちょっと時間がちょっとね、早かったりしたら、確か噂ではですね、ちょっと本人から曰く、ソロの方もやるとのことなので、そちらの方もできればいいな、ということです。ゲームの仕様上、120分以内なので、この、なんていうんでしょうか。このイベント、このブロックは、120分の制限時間があるんですけど、ですね。リセットとかすると思いますね、もし失敗したら。ああ、なるほど。やり直しとかをってことですね。やり直し。はい。そういうのなければ、そうですね、そのソロンの狩りとかも入れるんじゃないかなと思います。そのソロンの狩りとかも入れるんじゃないかなと思います。
とはですね、まあ、クエストなんですけど、さっき、キングベヒモスだっけ、その仲間、極みベヒモスなのかな、そういうのはちょっと期間限定のイベントクエストなので、こういう ESA とかそういうなんか、大型そういうなんか会場に来ていただくようなイベントにはちょっと相性が悪いと思うので、多分そういうイベントクエストはやらないと思います。4人だからかな、ちょっとセットアップに時間がかかってますね。はい、しかも今回4人とも全員ともなんかそういうイベント初なんで、なんか そこもちょっと遅れてる要因になってるかもしれませんね。ベヒモスに関してはキングかどうかは分からないんですけど、ベヒモスを最弱のロングソードで、はい、倒すというドネーションが達成されてますね。あ、はいはいはい、これは最後のクエストですね、予定の。そうですね、ドネーションのインセンティブが達成されたので、本来の使うちょっと普通の、まあ、最終装備のタッチではなくて、本当に初期で使うボーンショテルというタッチを使います。今年 RTA イベントかなり多い印象ですけど、こんなもんでしたっけ？ RTA イベント自体はだいたいまず冬の GDQ が1月にあって、はい、で ESA も冬にありますね。それと夏の GDQ、 今回夏の ESA と、うんうんうん、あと来月 RTA in Japan Online と年末に RTA in Japan オフラインの方がありますね。はい、私が把握してる限りではそのくらいですかね。そんなにすごく高頻度というよりは半年に1回ずつくらい各イベントがやってるので。そうですね、なんか印象的にはなんかこの期間、このここら辺、このここら1ヶ月2ヶ月ぐらいはすごい RT イベントがなんかぎゅうぎゅうに詰まってる印象です。そうですね、あ、9月だったか10月に確かに GDQX だっけ、ありますね。あ、 GDQX しかオンラインのやつでしたっけ。エクスプレス、いや、ツイッチコンというイベントでやるやつですね。そうですね、そうですね、そうでした、そうでした、はい、そうです、ありましたね。9月末くらいみたいですね。はい、いや本当楽しみですね。ちょっといろいろあって暇しなさそうですね、ここは。まあ、全部追いかけようと思うと大変ですけどね。僕割とそう結構見ますからね、うん、なんか過去ログとかビデオとかね。そうですね、ビデオとかで後から見たいの見るとかでもいろいろ楽しめますし、いいですよね。うん、本当そうですね。あ、そっか、リミットブレイク、RPG リミットブレイクもありましたね。リミットブレイクもまあ、恒例ですよね、結構、毎年。そうですね、あれは。2回ですか ?1 回ですかあれって。それとも不定期？多分1回かな。ちょっと私、RPG リミットブレイクはあまり詳しくないので、調べてみましょうか。多分1回だと思います。一回か。お、始まりましたか。映像が来ましたね。はい。はい、では、まあ、これ言っちゃっていいのかな。最初のクエストはですけど、オドガロンです。本当にゲーム中盤で遭遇する、まあ、大型モンスターの、そのリオレース、モンスターハンターの看板であるリオレースと肩を並べる危険度の持つ、オドガロンが
最初のクエストとなります。ですがこのオドガーンちょっと若干かわいそうな部分がありましてですね、なんかちょっとや TA やってる人はちょっとわかると思いますけど、今回武器は4人とも全員ガンランスです。そしてエリアルガンランスっていうちょっと戦法を使います。モンスターハンターワールドってエリアルスタイルとかそういうないじゃないですかって思う方いると思うんですけど、はい、見ててください。これ本当にエリアルスタイルとしか言いようがありません。で、そうですね、ここで TA 経験してる人はここでちょっと察してますね。ここの段差をオドロガーロンがここに向かってくるんですけど、でここに最初に会心の円筒と落とし穴を設置します。OK、これですね。段差をバックステップで飛び降りて、叩きつけて、謎の推進力を与えて、その段差の上に戻るんですね。それで、もう連続攻撃できるっていう感じです。ですが、ちょっと、終わりました。そうですね、0分台を目標にします。普通に難なくクリアできました。もうあっという間ですね。はい。ではこちらが最初のクエストとが終わりました。モンスターハンターって私結構1クエストに時間がかかるゲームだと思っていたんですけどそうですね、もうそうですね、もう1分にも経たなかったですね。Then we have Oroshi, also from France. これ大丈夫ですかね、これ120分フルで使えますかね、このペースだと。The second run that we have for you guys, on our showcase is going to be はい、では次のクエストになりますね。次のクエストは、相手はディアブロスアシュとなっています。みんな使う武器は全員双剣使います。ですね、双剣使うんですけど、ただの双剣じゃなくて、状態以上の双剣をみんな使います。2人が麻痺の双剣、2人が、睡眠の双剣を使うことになりますね。そうですね、戦法割とそうですね、今回はすごい統率取れた感じなので見どころだと思います。ですが、そしてクエスト受注なんですけど、アステラその本拠地から受注するんじゃなくて一回探索挟んでから受注します。これはですね、そのランダムスタート対策ですね。探索からクエストを受注するとランダムスタートで、適当な場所に落とされないから、すごく安定します。And I'm gonna take this time while Chris looks at me, reading some donations. We have $22 from Anonymous. Happy to see the Last of Us on the schedule. Let's have more of that. で、一人が探索に入って、残った人が救難信号っていうのかな、SOS で入ってきます。From Deva. Yo. 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 Cat gang. Cat gang. Cat gang.この装備ですね、重ね着装備となってますね。詳しくは分かりませんけど、そうですね、重ね着装備っていうのは、普段本当に本来着てる装備の上に、見た目だけ変更する装備となってます。重ね着装備自分あまり詳しくないので、そうですね、もし詳しい方あったらチャットに打っていただければ多分そうですね分かると思います。I wanted to take this opportunity to say thanks to some really, really kind people for allowing us to be here at East A in Sweden. This is first of all Steffi Peach from Capcom Germany, who really, very kindly provided us a lot of support. And also thanks to our top supporters on Patreon. I have here all of the names that I want to specifically say a thanks to. This is Azur Logia, David Sessler, Furious Boosted, Raito, Navis,Nikao, Alexander Kuhn, Leon the Giratina, and Biohazard. Thank you guys very much for sending us to Sweden. ちょうど長いですね。まあ、コンソールってこんなもんだと思いますね。PC ってもっと早いんでしょうか。さあ始まりました。すみません、これ観察が始まりました。すみません、クエストはまだです。That was intentional. Holy shit, come on, people.
で、そうですね、あのご飯は、猫スキルは、特殊攻撃術を発動させました。これで状態異常が、発動させやすくなってます。Now we pick the quest from the map itself. The reason why we load the map first and then take the quests is because for these kind of speed runs, you can, if you're unlucky, you can get a random spawn. But we want to prevent random spawns from happening, and this is the only way we can do this. So we first spawn on the map and then take the quest from there. So we get the guaranteed spawn all together in the same base camp. Hey guys, be ready.2倍以上違うんだ。へえ、いいな、ピアスを。さあ、始まりました。クエストは、ディアブロス・アッシュです。最初に、キジンの種とか、キジンの粉塵なり、いろいろ食べて、ハンターを強化します。ですね。今回は、戦法的にはですね、麻痺組と睡眠組が違う、それぞれ違う行動をする感じですね。爆弾を対応しますので、最初に、不動の装備という装備を身につけます。最初は麻痺の方々が、ディアブロスに麻痺を与えます。その間、睡眠の、そうですね、睡眠組は、オータル爆弾を設置してそのままダメージを与えます。不動装備を着ているので吹っ飛ばされません。そしてシビリアな設置した後ですね、はい、睡眠が今度攻撃します。そして、睡眠そして麻痺組が、オータル爆弾を設置する形になります。で、そろそろ終わると思いますけど、あーちょっと予定より時間かかってます。はい、終わりました。以上、ディアブロス・アッシュです。早かったですね。はい、これもそうですね。目標タイムは1分30秒以前です。なので、ギリギリですね。タイムってどこに書いてあるんですか、これ。あ、これはちょっと、もともとその予定として、これ書いてますね、タイム。なるほど。一瞬ね、さっきなんかマップみたいなの開いたんですけど、そこでタイム確認できます。なるほど。なんか挙動不審になってますね。はい、では以上ディアブロス・アッシュでした。次はですね、そうですね強敵らしい強敵の相手ですね、古竜のクシャルダーラが相手です。でですね、武器は全員ヘビーボーガンとなってます。全員ヘビーボーガン使って、なおかつ、ですね、縛りプレイを今回しますね。全員一つの弾しか使いません。いやー、でもそうですね、もうこんな縛りプレイかつ、強敵なクシャルダローとは、立ち向かうとはね、ちょっと、かなり難易度高いと思いますね、これ。いやー、すごい難しい戦いになるんでしょうね、これ、本当に。はい、ではですね、ちなみにですけど、3段ではないですね、3段でも各3段でもないですね。そうですね、ワールドでちょっと精通してる人はですね、ちょっと今のそのディアブロスのヘビーボーガン見たらちょっと察すると思うんですけど。We are using the Black Diablo's heavy bowgun, which is actually the bowgun from the previous monster. So for those of you who do not know Monster Hunter, the game basically works like that. You slay a specific monster and you take the materials and craft gear, weapons and armor, and then you have. そうですね。今回のこの RTA ですけど、レギュレーションはないです。ショーケースとなってまして、さまざまなクエストを、タイムアタックするような感じです。まあ一応タイムアタックですね。エキシビションで待っても。まあ一つの鍵の単体タイムアタックを縛りプレイ付きでというような形ですかね。縛りプレイ、はい、そうですね。はい、では探索に入りました。今回のマップは流血症の地ですね。ゲームの終盤に登場するマップです。
Capcom? Our time target yeah, for... Yeah, it's on your screen. Yeah, we can. Better. We can. Our time target for this next quest is a sub 2 minutes. So we gradually get longer with the runs, the more we do. So a sub 2 minutes now.で、食事なんですけど、全員、猫の砲撃術を食べました。あ、そうですね。これでもう、多分分かってる人いっぱいいると思うんですけど、今回、流撃弾という、ボーガンの弾のみ使用して、クシャルダーラを討伐します。Yeah, as you can see, we're still loading. No, Pepper only. Pepper, why is Italy so slow? ちょっと左上は、堂々、ちょっと時間かかってますね。プロシェッタ。プロシェッタ。プロシェッタ。We got a couple of donations that just arrived. $25 from Sergeant Crispy. $10 from Tabris. EAI/hitboxes were a mistake. Join the quest. My bad. $10 from Lost. Yo, Lost. Love you guys. Do great hunt. Ancient Forest. Thank you. Ancient Forest. Thanks, Lost. Bro.あとクエストちょっと受注し間違えましたね。ちょっと古代樹の森の方のクシャルダラを選んでしまいました。ちょっとマップ違うんですね。ちょっと古代樹の森っていうマップちょっとね、複雑なんで、そういう TA ではちょっと難しいところありますね。The glitch, huh? The names of those who have left the glitch. Doesn't make sense. Okay, you got it. では始まりました。Alright, let's go. モンスターはクシャルダーラです。で、武器は4人ともヘビーボンガン、なおかつ、流撃弾という弾のみ使用します。From JoJo reference? No, not now, not now, not now. Not now. Yeah, SSG. Loading times. はい、ではいつも通り開幕、そういう鬼人の粉塵なり、鬼人の種なり食べて、ハンターの攻撃力を強化します。クシャルダーロっていうモンスターは発見されてすぐ敵対状態にならない。てか、全く攻撃されるまで敵対状態にならないので、それを利用して、いろいろ最初にセットアップします。そしてですね、クシャルダーロっていうモンスター、頭に大ダメージ、昼道を蓄積して、昼めさせるとダウンしてしまいます。で、そうですね、もう察する人はもう察しますね。ここでタイミングよく、また起き上がった瞬間、また流撃弾を撃つことによって、またダウンしますね。これみんな息合わせて攻撃する感じなんですけど、スキル、弾薬節約っていうのがありましてですね、発動すれば、ダウン中にも一発撃てるようになってます。でなければ、普通にリロードして、タイム合わせて、あ、じゃあ、そうですね、タイミング合わせて、またやる感じです。いいですね。今のところ全く問題ないです。これ見た目以上に実は結構難しくてですね。早すぎたらダウン中のモーションで昼道を超過してしまうと全くそうですね。ダウンしないんですね。ちょっとあと遅れるとクシャルダーラが動いて失敗することもあります。なので今回かなりうまくいってます。で、目標タイムは1分台です。あっと、失敗しました。リカバリーできますかね ?OK。ちゃんとダウン取りました。ナイスリカバリーです。で、終わりました。タイムは1分45秒。ちゃんと目標タイムの1分台を達成できました。I don't know. Yeah, yeah, timing was perfect. Yeah. Next is Chartwell, I guess. I mean, this game is called Monster Hunter, but sometimes we read YouTube comments, and they always ask us, who is the real monster? Yeah, we don't know. We play this game too much, I think. Maybe. Yeah, maybe. Maybe not. Not sure. So we'll change now. The next run is going to be a 4 sleep charge blade run against. はい、では次のクエストですけど、同じ古竜のですね、ネルギガンテというモンスターを挑戦します。ネルギガンテというモンスターはそのモンスターハンターワールドのなんて言うんでしょう、メインモンスターと呼ばれるモンスターですね。ちょっとパッケージに載ったり、ちょっとね、公式がその推してるモンスターというか、ストーリーにも深く関わってくるようなモンスターとなってます。
ちなみになんですけど、シャルダールは過去の、モンスターハンタードスのメインモンスターとなってますね。で、武器はですが、4人ともチャージアックスです。And we got $20 from Sam Grass. Super happy Monster Hunter is getting representation at this event. And even happier that Team Darkseid is the guys doing it. Cheers! Guys, thanks! Name's Sam. Shaded Speedrunners. Yo. Oh, is this... Yeah, Sam. Sam Hutt... Yeah, not NA yeah. champ. Yeah. Okay. Oh boy, you did something? Oh, my bad. Thanks, guys. We got another $30 from M.H. Dover. Oh, Dover. Yo, Dover. Dover. What's up, my boy? Good hunt, guys. You got this. Thanks, Dover. で、マップは引き続き、ですね、流血症の地になってますので、そのままこのマップを使用します。探索に使います。で、チャージアックスなんですが、武器の方は睡眠属性の方ですね。マム太郎との武器のガイラアームズ睡眠です。なので全員睡眠武器を使う感じです。そうですね、これってそうです、かくかく自分からデータ持ってきたので、こういうね、ガイラ、マムタロト武器とか、もうほとんど揃ってるような状態だと思っていいです。And we got another $5 from Astra. Best of luck. Astra. Okay, guys. Thank you, guys. Thank you so much.Chris missing? Yeah, I'm coming. Anonymous. All right. So, hello guys. I'm Peppo, and now we all hunt Nergigante, the flagship of this game. So, he is an elder dragon, and he is known as the Eater of the Elder Dragons. Hi.では始まりそうですね。クエスト名イニシエを喰らうものでいいのかな。そうですね、ネルギガンテの討伐となってます。 Are we ready, guys? Yeah, let's do it. Let's do it. Let's run. His strength point is also his weak point. In fact, we were trying to break his spikes so we can make him falling down, and so we have a great opening to deal damage. はい、では始めました。ではいつも通り怪力の種なりいろいろ摂取して、ちょっと変わったんですけど、今ちょっとね、謎の儀式をやります。そういうこうやって味方が全員ガードして、もう一人がこうやって殴る感じです。これはですね、チャージアックスのそのエネルギーを貯めてますね。瓶を貯めてます。睡眠武器を使っているので、ネルギーガンテすぐに寝たら、瓶とは思うように、なんて言うんでしょうか、貯められないので、最初にこういう儀式をしておきます。で、赤になった、ちゃんと 6本チャージできましたので、強打の装備を装着して、挑みます。おっと、方向フレーム回避ちょっとできなかった人いました。最初はですね、寝ます、寝かせます。寝ましたね。 OK、 みんな瓶溜まってる感じかな。あ、場所はちょっと悪いかも。大丈夫かな。はい、で全員息を合わせてちょっと見せてしまいました。はい、本来はですね、高圧属性解放斬りから、超主力属性解放斬りという技をつなげようとしましたが、ちょっと一人ミスってしまいましたね。でこのままスタンを取って、そのまままた睡眠させます。
チャージアックスの縦突きっていうモーションありますけど、これ手数稼ぐのにすごく有効なんで、それを睡眠属性を与えるのにはそれがかなり有効的です。で、今回はまた寝起きドッキリの調子力を話します。いやー、爽快感たっぷりですね、これ。で、ここで怒りモーション入るので、おっと、ひるんでちょっと怒りモーションをキャンセルしてしまいました。本来は怒りモーションを誘発して、ガードポイントを誘発して、そのまままた高視力、超視力の世界砲切りを打つ感じでした。おっと、どうやらリセットするとのことなので、散骨します、今から。初のミスですね。今回のそのイベントの、このエキシビ、なんつうか、エキシビディションなんですけど、こういうリセットも頻繁に起こるとの予定なので、むしろ今までがすごくうまくいったような感じです。さすがメインモンスター、強いですね。うん。正直このままいけると思いますよ。ただ、綺麗に終わらないので、なるべくかっこよく、そうね、洗練された感じで終わらせたいので、多分そんな感じでのリセットだと思います。決してそういうモンスターがもう倒せないからとではだからではありません。はい、これ普通のネルギガントです。フリークエストのネルギガントとなってます。Yo, boosted. Thank you so much, man. TDS, gotta go fast. そうですね。前回のシャルガラ、流撃弾のちょっとあれリカバリー効いてなかったらまたこのような状況になってたかもしれません。Tsubasa. Tsubasa. Oh, Tsubasa. Thanks, bro. I'm still sad.クエストリセットしない理由は確か、なんか僕も正直よくわかんないんですよね。なんか探索状態になんないからどのコーナーなんですけど、確かクエストリセットでも普通に探索状態になると思いますね。なんかあるんでしょうか。で、またやりますね。これって。クリス？はい。あ、すみません。Can we switch back to Peppo's view? Which, my view, I mean. The door? All right. We got $5 from HC. では、また始まりました。Yo, HC. Thanks, bro. Good luck, boys.Make us all proud. そしてまた例の儀式を開始します。結構リズミカルですね。いいですね、ノリノリ。はい、たまりました。あ、そうです、そうです。あ、なるほど、なるほど。リセットは、パーティーを保ったままリセットできないらしいですね。では、開幕、寝かせます。ちょっと早かったかな、寝かせるの。あんまり溜めた感じじゃないですね、ビンが。でもまあ、ここまだ許容範囲だと思われます。はい、では、ここで高圧属性解放、高圧属性切りで、超視力属性解放切りにつなげます。寝起きドッキリと。で、ここでスタン、そしてまた睡眠を入れます。
おっと、出ました、OK。今のところ順調ですね。ここでですね、全員、加護の総意という総意に変えましたね。さっきの来たのは、強打の総意っていう、スタンチが上がる総意です。今回は、睡眠属性を与えやすくするため、加護の総意という総意をつけました。そしてまた、寝起きドッキリと。ここで、止まって、後攻ガードポイントして、また調子直を打ちます。綺麗ですね。あ、これは気持ちいい。ここで、エネルギーガンテが強化形態に入りますので、なんとか睡眠させたいです。この状態になると、この状態になると、エネルギーガンテ非常に逃げやすくなっているので、寝たらいいなというんですが、ちょっと、逃げられてしまいました。Yeah, when monsters get near death, they start limping and they limp away to their area where they sleep. And this screws up a lot of speedrunners. そうですね。モンハンの、そう、モンハン TA のもう本当天敵と言っていいぐらいのこのですね、引きずり行動。モンスターの HP が 25% 以下、でモンスターによって違うんですけど、大体 25% 以下になるとですね、ちょっと巣に戻って寝てしまいます。ここで最後の寝起きドッキリかな。おっと。あっと終わりました。はいはいはい。では、以上、ネルギーガンテでした。目標タイムはですね、2分、ね、3分ですね。で、タイムは3分3秒と、ちょっとオーバーしてしまいましたが、無事、クエストクリアできました。$101 donation from TSC. Yo, TSC! Thanks, man. Thanks, bro. Love your content. I wouldn't be where I am today without you guys. Heart. Thank you so much. ちょっと話していいですか？なんか最新作の話。先ほどちょっとね、引きずりがモンスターの体力 25% からなんですけど、アイスボーンのベータ版はですね、ちょっとね、残り体力 10% で引きずるようになったとのことなので、本当 TA 界隈はすごくそれに関して、なんかすごいなんか嬉しいような状況になってます。まだベータ版なんで製品版はどうなるかまだ分かりませんが、そうですね、このまま使用をこのままにすると嬉しいですね。Good luck, Team Dark Side. Thanks. Who was it? Luigi. Oh, Luigi. It's Luigi. Luigi. Thanks, man. Thanks, Luigi.Luigi's one of the Chinese responsible guys for our Bilibili channel in China, where we also upload our speedruns. We got $5 from Lazy Bones. From, oh, Lazy, yo! Foul Mix, Craigasm. Thank you, bro. Much appreciated. では次のクエストですね。次のクエストは、導きの青い星というクエストですね。このクエストですは、このクエストは、クシャルダーロとテオテスカトルとネルギガンテの大連続狩猟となっています。その3体を、次々、なんですか、順番に、狩ることにします、なります。で、武器はですね、モンスターごとに変えます。この導きの青い星っていうクエストですね、ゲームの本当に最終版、てかもう本当にエンドコンテンツと言っていい。最近はちょっとそんなエンドコンテンツ扱いされてないと思いますね。ハンターランク100になると解放されるクエストです。言うなれば、そうですね、なんか過去半作やった人はあれですね、モンスターハンターというクエストあるんですけど、それと同じ立ち位置だと思いますね。では始まりました。We need more luck, guys, for the last, yeah, for the end, for the last sleep. The end was so fun. あ、違います。え、あ、これまた、そうですね、すみません。ネルキガンテ、またやるとのことです。もうちょっと綺麗にしたいとのことで。Oh, wait, wait, wait. Okay, cool. では、はい。で、いつも通り、例の儀式を。ね、時間、あまりに待ったので、ちょっと余裕ある感じですね。ちょっとこういう終わったやつもまたやると。
Okay, cool. What? Red. では、たまりましたので、教団の総意をつけて、呼びます。ちょっと教団の総意あんま説明しなかった気がするので、ちょっと説明していただきますけど、すべての攻撃にスタンチが付与されますね。ということは、スタンが非常にやりやすくなっております。この装備ですね、非常に強くてですね、特に弓との相性が本当に良くてですね、あとヘビーボーガー、KO 術とかつけてモンスターがもうダウン、KO でダウンしまくって何もできないという状況を楽に作ることができますね。ちょっと一人も焦ってしまいましたが、このまま続きますでしょうか。Oh my god. Okay, it's good for your sleep. It's good for your sleep. It's good for your sleep.で、そうですね、寝たので、加護の装備に入れ替えて、寝起きドッキリをします。で、ここで待機して、方向を GP して、調子力。今回もうまくいきましたね。そして、エネルギーガンテが、強化状態になるので、逃げないように頑張って睡眠を入れたいところです。で、そうですね、先ほど前言った通り、縦付きを、の重点に置いた攻撃をします。そうしたら、属性値がすごい、たまりやす、状態以上の属性値が非常に、たまりやすくなるので。で、これが最後の寝起きドッキリなのかな。あっと、倒せませんでした。逃げて、おっと、OK! 間に合いました。で、タイムは、2分41秒、さっきより全然早いですね。Yeah, this is the first time that Monster Hunter is at a grand scale, speedrun marathon.So this is very, very exciting for us and our community. And we're super glad actually to have this honor to represent Monster Hunter World at the ESA. ちょっと言い遅れましたけど、モンスターハンターワールドはですね、ちょっと今作から、マルチプレイ補正っていうのがありましてですね、1人と、2人以上でモンスターの体力が変動します。その体力じゃなくて、昼道にもちょっと補正がかかるので、シングルプレイよりも昼見にくくなってますね。そうですね、2人と4人で、モンスターハンターワールド時点では何も変わりませんが、次回作のアイスボーンではですね、2人用の難易度が追加されるようです。なので、ワールドではちょっと厳しかった、ペアの、TA とか、本当に多くなるかなとちょっと願ってますね。ペアかなり面白いと思うので、僕は。Oh, my bad, bro. Okay. You good? Yeah. Okay, cool. You play so far, Chris. All right, we have just switched again. Peppo is back on his PlayStation. はい、これで満足したようなので、次のクエストを、先ほど言った通り、次のクエストは、導きの青い星というクエストで、クシャルダールはテオテスカトル、ネルギガンテの、連続の、狩猟になってます。First, Kushala, then secondly, Teostra, which we haven't seen today yet.で、モンスターごとに武器を変えますが、最初のクシャルダラは体験を使います。で、モンスター
on Kushala, trying to get a headlock again, but with obviously a different strategy and a different weapon. And then we'll switch to hammer, and lastly switch axes against Nergigante. 武器弾ですが、最初は大剣ですね。クシャルタイロに対しては大剣を使います。その次のテオセウスカトルには、ハンマーを使いますね。そして最後のネルギガンテに、スラッシュアックスを使います。We got $20 from Azure Logia. そうです。先ほどちょっとね、一番最初のオドガロンのやつなんですけど、それでガンランスのエリアル見たと思いますけど、実はこれできる武器が限られてますね。限られてましてね。体験、太刀、ハンマーができるのかな？それだけかな？段差でのエリアルスタイル戦法。その中で体験が多分一番強いと思います。では始まりました。最初に、いつも通り、怪力のタレなりとかいろいろ食べます。そして不動の創意を置きます。これは、クシャルダラの方向対策ですね。ため中に、方向を阻害されないよう。そしてですね、後ろの3人は、新ための準備をして、頭ダウンを取ります。で、ここはですね、もうリズムゲームの始まりです。最初に、縦切り、強ためにそして新ためをタイミングよく当てて、おっと、ちょっとすいません、ミスってしまいましたのでリセットします。ちょっとね、前腕に当たってしまいましたね。Bad position, guys. Bad position. ちょっと位置取りがちょっとミスってしまいましたね。それとですね、クシャルダーラは実はちょっとランダムらしいですね。初期値がたまに気分によっては奥側に初期値出たり、ちょっと手前側に出たりと。So it doesn't work. So that's why we reset. And it will move towards the wall all the time. A little bit closer every time he staggers.Okay, guys. You're too fast, bro. We got $10 from Grift. Yo, Grifted? Grifted, thanks. Oh, Huntsy, thank you, Grift. Shout out to fam and the rest of the MH boys. Regards. Thank you, bro. Much appreciated. We also got $15 from Femedo. Yo, fam. Fam. Hey, Team Darkside.Femedo wants to know when it's time for heavy bowgun time. Yo, bro, it wasn't before. Fem, have you missed the run before, boy? Yeah, we did it. We already bro? Did it. I did it, yeah. We did it. And we got $5 from Caramel Queen. Caramel Queen, thank you. Please keep spamming dance for me, please. Go. Your job. I can eat for you, I think. I'll do it.Monster Hunter now is almost, I think, no, over 1.5 years old as a game. The release was in January 2018. So the game has been out for a while, but we will be getting new content very soon. Iceborne はい、クエスト受注しました。これでレッド再チャレンジです。Later this year in September for consoles and also this winter for PC.And we're super excited to, yeah, get more content on this game. It's a great game.We just all want more content and we're super excited to get Iceborne, all the new monsters, the new ice map. So right now is a perfect time actually to do this event here. ではいつも通り、ですね、最初に、不動の創意と怪力の種などを食べ、使います。Let's see if we get the good spawn. いいですね。奥側に、出現したので、いろいろ、セットアップできます。先ほど通り後ろの3人が、新ための準備をして前の人が1の調整をします。1は大丈夫でしょうか。おっと OK、 ナイスです。なんとダウン取りました。ここからはもうリズムゲームの始まりです。まず縦切り当てて表ため2を当てて最後に新ためを準備したらちゃんと頭に当たるはずです。
ですが、またちょっとミスってしまいました。あー、またリセットですね。こういうのが、そうですね、よくあるので、その120分っていうか80分の時間をいただいたと思います。本当にこの位置調整が非常にシビアでですね、あのうまくないと当て前にやってるのが非常に難しくなったりします。We got $15 from Nia. Oh, thank you. Hey guys, I see you've been showing off a lot of weapons. When are we going to see the best weapon? Prowler mode. Oh, not this game. Sadly not. Sorry, bro. That was a good one. Maybe in Iceborne. Oh. Oh, who knows? Just imagine.It will not be sad. We got $10 from Cloud7. そうですね、これ、あの動画で見るとちょっとすごい簡単とか非常に洗練されたとかなんですけど、実際かなり難しいと思いますよ。現に今ちょっとこのね、あの手だれな人たちでもこんなにリセットしたり、しかも本番ですし緊張もあるだろうし。So these three monsters are on top of that also tempered monsters, which means they have a lot higher attack damage and yeah, they hit hard. However, ちなみになんですが、このクエストの古竜たちはですね、全員歴戦の個体という古竜でして、ちょっと普通と比べてちょっと攻撃力がかなり上がってるんです。So because you guys donated so much for charity, the donation incentive was hit previously. Actually, before we started our run, we already got I think 800 bucks.では、縦切り、ためにそして新ため、お、あ、ちょっと早すぎた。あー、飛んでしまいましたね。これまたリセットですね。あ、このまま続行するんでしょうか。あ、死んでしまいました、一人。そうです、そうです。これはですね、モーションなんですけど、大体、クシャルダーナの、ダウン中のクシャルダーナの頭の動きによってタイミングを調整してますね。ちょうど5回目が終わった瞬間、起き上がると思いますので、4回振って、そうですね、なんか、それが、首が4回振るのが、タイミングとなってます。Yo, Peppo's still loading. Rip in the chat for Peppo's loading screens. Yeah. PS4, guys. We got $5 from MHG. Good luck, Team Darkseid from MHG. Okay. Thank you so much. Arigato gozaimasu. I also want to take this time to update on the next upcoming donation bid war, which is for choosing the language for Tomb Raider The Last Revelation. Right now we still have German in the lead with $35, English in second at $15, and Japanese has managed to beat French now with $10, so French is now last with $5. If you want to change that, make sure to get those donations rolling in. What, somebody to beat French?Guys, make somebody for that. 今度は成功してほしいですね。こんばんは、みなさん。やめろ、ペポ。ちょっと奏者が日本語を喋ってますね。
aggressors get it. How much we have? It would be great to switch back to Peppo's viewer okay, guys, exclusively. Bad time, guys. It's good, it's good. It's good. It's good. Good position, so. いや初期位置いい感じです。OK、完璧です。ナイス。Very clean, guys. OK、better, guys. Take off your mantle. おっと、ちょっとずれてしまいましたが。OK です。ナイスナイスナイス。このままループします、最後。縦切りで、強ため2で、そして新ため。大丈夫ですか ?OK です。ナイス。あと1回ですね。ナイス。はい。で最初のシャルダーラが、討伐されました。次はテオテスカトルですね。このクエスト、モンスターの死体が消えるのに2分かかりますので、たっぷり時間があるので、その間は武器の変更をします。で、今回の武器は全然、全員、ハンマーとなります。あ、そうです。この体験は、ユーザー募集のやつですね。武器倍率っていうのがありまして、攻撃力ですね。攻撃力がかなり高くて、なおかつ無属性なので、スキルの無属性強化っていうのが適用されまして、そうですね。あと、蹴り味も白なんで、体験はもはやこれ一本でこと足りると思います。で、テオの出現位置に爆弾を置きますね。テオもクシャルダラダと同じように頭でダウン取れますが、ちょっと違いましてですね、テオは、2回目の頭のひるみでダウンが取れます。なので最初のひるみはオータル爆弾で取って、あとは頑張ってみんなで頭殴ってダウンを取る感じです。Longsword is live, guys. Yeah, longsword. Remember. Definitely stay tuned, guys, because the next run will be fire as well. The four weakest longswords in the game against pretty much the strongest monster in the game, Behemoth. I will explain you guys more once we get to it. Yeah. でも正直はですね、手をクシャが一番難しいと思います。最初は一番難しいです。この後は、クシャほど難しくないので、リセットする可能性は、低いと思います。これはですね、レギュレーションはないですね。エキシビションみたいになってます。そのゲーム内のクエストを、タイムアタックする感じです。はい、出ました。テオテスカトル。で、最初は爆弾を与えて、頭に当てて、ここで最初のひるみを出ました。回避の相違っていうのを操作しましたね。これはですね、モンスターの攻撃を回避すると、攻撃力が 30% 上がります。かなり強いです、この相違で。テオがダウン取ったので、このままタコ中にします。ちょっとかわいそうですね、特にこのあとちょっとスタンするはずが、ちょっと OK です。リカバリーできました。このハンマーのこのモーション、叩きつけって言うんですけど、そうですね、もう殺意の高いモーションと実は有名ですね。で、終わりました。早い。はい、では以上テオテスカットルでした。次はネルギガンテですね。で、武器はスラッシュアックスとなります。Switch X footage
gameplay against Nergigante. So we have two more minutes waiting time. で、先ほど言った通り、古竜の死体は2分後消えるようになってますので、その間に武器を変えます。Guys, we have 2 minutes. I have a call. Bye, Roshi. Bye, bye, guys. I'm coming.スラーク、うん、そうですね。スラークは、斧と剣をその切り替えて戦う武器になってますね。もう過去作は本当に斧がちょっと不遇みたいな感じがです。なんか側面が強くてですね。ほとんど剣モードでの立ち回りをするんですが、もうあれです、スラッシュソードというぐらいちょっともう剣モードしか使わない状況だったんですけど、今作はちょっと斧モード割と強いですよ。振り回しフィニッシュのモーション値が非常に高くてですね、普通にコンボにも組み込められるので、そうですね、それでもまあ基本は剣モードですけど、斧モードもまあ弱くないよとのことです。There's like many explosions coming, and as it's a power weapon, as you can see, it's gonna be. で、武器はですね、全員ガイラアックス麻痺なのかな。で、全員そうですね、覚醒させてちゃんと巻き属性を出せてますね。なので、ちょっとエネルギーガンテにまあ麻痺を与えられるということです。I can see you're using boosters. What are the boosters doing, guys? で、今ちょっと準備してますね。体力、回復の円筒と回心の円筒を、設置してます。体力の円筒はそのまま体力回復する感じなんですが、回心の円筒は、回心力 50% 上がります。で、そうですね、もう普通にタコ上がりする感じです。そうやって、まあ見てる通り、斧と剣、結構、綺麗に切り替えてるので、そうですね、ちゃんとスラッシュソードじゃなくてちゃんとスラッシュアックスになってます。ちょっと麻痺で動けない、これはちょっとかわいそうですね。で、最後はゼロ距離属性解放付きでとどめを刺したかったんですが、 OK、 ナイスです。Will it be sub 8? Will it be sub 8 though? It is. 740, guys. Nice. 740. Clean, guys. Good job. Damn, told you guys it was fast. Yeah. GG, guys. Okay, guys. 以上が、導きの青い星でした。So, we finished. Let's run. We finished most of our runs. We have now our very last run, which is going to be the longest and the hardest run out of all of them.Against Behemoth. Come on, what JoJo? We are gonna use Longsword, guys. Are you looking forward to playing Longsword, Peppo? Oh, yeah. A lot. I didn't play Longsword for a while now. They love Longsword in Italy. I need Longsword. I'm addicted to it. We arrived at the airport, at the hotel. The first thing he did.Was long sword practice. Yeah, it did really. で、はい、次のクエストが、予定では最後となってます。Right. ベヒモスです。で、先ほど言ったように、一番最初の方 の方に言ったように、ドネーションの金額が達成したので、今回は、初期装備のボーンショテル。を使ってやります。To the Italian player, my brother, I'm really proud of you. Good luck to the whole team. Yo, you got a twin brother? No. Of course. I do. We got $5 from Lawrence Peng. Yo, Lawrence. No, what's up, man? Good luck, Team Darkside.And finally, we have a 100. まあ初期装備とは言っても武器だけなので、強力なスキルの持つ防具はそのままなので、そうですね。それでもだいぶ火力下がります。Guys, the Monster Hunter community is crushing it with the donations. Yeah, they are insane. Can't wait to see what you boys do in Iceborne. Thanks for putting Monster Hunter World in the spotlight and raising support for such a good cause like Alzheimer's. Thank you.
Kyuji! Love you, bro! Thanks so much. Okay, guys, now it's like, now guys, it's serious problems. Guys, it's time. はい。で、このボーンショテルなんですけど、ゲーム内の攻撃力は確か297だけかな。武器倍率に変換すると、90です。武器倍率っていうのは、まあ、本当の攻撃力だと思ってください。で、まあ、タッチの最終装備候補である、ガイダソード、火はですね、武器倍率200となってます。まあ、ここだけ見れば、まあ、2分の1ぐらいじゃないですか、と思うんですけど、ボーンショテルの方は切れ味がですね、黄色なんですよ。それに対して、ガイダソード、火は、白となってます。このゲーム、切れ味補正というのがありましてですね、黄色は 1.0、そのまま攻撃力、攻撃力そのままって感じですけど、白は 1.32 と非常に高い倍率になっています。なので、実質的な攻撃力は大体3分の1と思っていただければいいと思います。あ、ちなみに最弱とは言ってませんね。ちょっと最弱は鉄塔の方ですね。ボーンショテルはあくまでちょっとなんか最序盤で作れるタッチの一つとのことですね。The estimated time for this quest with top of the line gear would be a sub 6 minutes. However, because we're using this, this very low weapon, we are. 本来はですね、このベヒモスは、もう5分台で倒すつもりだったんですが、今回も武器は武器なので、14分台を目指しますとのことです。One of the weakest weapon in the game. So, I mean, difference is really big between those two.It's like almost three times weaker, basically. I could. Okay, guys. Time to have fun. Absolutely yes. Yes. So there we see the icon of Behemoth. It is the Final Fantasy collaboration monster.でしょ、ベヒーモス、まあご存知の方はいると思うんですけど、モンスターハンターとファイナルファンタジー14のまあコラボのモンスターとなってますね。ちょっと他のモンスターたちと毛色がちょっと違ったりしてますね。ちょっと狩りの、ルーチンとか。もう本当にマルチプレイ前提のような難易度となってます。なので、シングルプレイによって、シングルプレイとマルチプレイによる体力変動はないです。最初からマルチプレイ用の体力になってます。では、今回の狩りは、今までのよりちょっと計画性はあんまないです。ただただ、頑張ってベヒーモスを倒す感じです。で、基本狙う部位はですね、前足ですね。ですが、なるべく前足はですね、全員同じ前足を狙いたいところですね。何せ火力がすごい低いので、太刀はですね、今作の太刀は見切り切りというのがありまして、見切り切りのモーション中、攻撃を受けるとですね、まあカウンターみたいなのが発生して、すぐさま気象台回転切りにつなげられることができます。非常に強いです、この太刀は。で、また本作であたりに追加された要素はですね、気象兜斬りなのかな、こうやって飛び上がって、切り落とす感じのモーションですが、これはですね、連機気象ゲージだかな、気象ゲージを犠牲にして、赤からそうやってオレンジに変わる。病になって、まあ、消費して使う技です、ね。気象切りを、兜割りを割ってますと、連機ゲージっていうのが自動的に回復するようになります。で、そうですね、ベヒーモスに落石を当てるように専念しますね、今は。今回、武器非常に弱いので、こういうマップの固定ダメージは非常に助かります。落石によるダメージは、最大体力の 5% となっています。ちょっとベヒーモス、ちょっと出れてくれませんね、ちょっと。
お、当てました。ナイスナイスナイス。ちょっと飛び上がりモーションで当てて、そうです。叩き落としました。で、このエリアに落石は2つあるので、最大体力の 10% を与えました。もう本当弱い武器なので、助かりますね、こういうダメージは。では、エリア2に入りました。まあ、第2形態、第2フェーズといった方がいいんでしょうか。このエリアとベヒーモスは、メテオという技を使うんですが、最初のエリアは1つに対し、このエリアは、このエリアは、3つとも落とします。で、今つけているのは、転身の装備という、特殊装具ですね。これハンターが吹っ飛ぶような攻撃を受けたら、そのままダメージを受けずに、回避するモーションを取ります。これがかなり強くてですね、もう、まあ、無敵と言っても過言ではないですね。不動の装備との差別化はですね、モーションが中断されるので、ちょっと火力を落ちてしまうところありますが、まあ、それでも安全面では、不動の装備よりいいと思います。で、今竜巻いっぱい発生させられてるんですけど、これはベヒーモスのミールストームっていう技ですね。これはですね、本当になんて言ってたんでしょうか、敵視っていうシステムがありましてですね、ベヒーモスのそれを取らない限りずっと使ってくるんですね、その敵視、ミールストーム、これが非常に邪魔でですね。非常にそう邪魔な技ですね、このミリストームというのは。かなりもうトラウマなんじゃないでしょうか。特にね、最初期のベヒモス、なんか今はみんなやることよくわかんない状態とか、泣かされたんでしょうか。オロシ is going for the mount.Which means, yeah, he's trying to make the monster fall down, so we get an opening. ここで乗りを成功させました。乗りをすることで、モンスターを転倒させて、隙を作ることができます。で、頭を狙おうとしても、角に弾かれてしまうので、あまりにも切れ味が悪いから。なので、なるべく、そうです。で、これがちょっとベヒーモスのまあ一番注意しなければいけないギミックですね。エクリプスメッテをです。え？ちょっと、はい、事故ってしまいましたね。ちょっと、2人とも死んでしまいました。エクリプスメッテオっていうのはですね、もう一撃必殺技みたいな感じです。もうど根性発動しても回避とかもまあできない、まあ、基本回避とかできない感じでですね。まあ逃げ場がなかったらもうそのまま基本的に終了って感じです。で、ベヒモスがエクリプスメテオを発動する直前ぐらいになるとですね、コメットという岩を落とします。あ、リセットしちゃいました。で、そのエクリプスメテオはそのコメントの裏で、まあ、やり過ごすことができるので、まあ、そうです。そのコメントを守りながら戦うという劇機もあります。多分ですね、これはちょっとこの人たちはやりかねないことなんですけど、コメントの裏を。に隠れてはいるんですけど、それでもまあ攻撃するんですね。多分攻撃する途中でちょっと外にはみ出てしまって、エクリプスメテオに当たったと思われます。あ、そうです。あとさっき基本的になんか回避できないと言いましたけど、ちょっと一つ例外がありましてですね、モンスターハンターワールドにはちょっとそういうエモートみたいなのがあります。さっきなんか、さっきなんか、クエストの終了で踊ったりしますけど、そのモーションの一つにですね、FF14 のコラボの竜騎士のジャンプのモーションがあります。で、そのジャンプをエクリプスメテオの出現時
にタイミングよくジャンプしますと回避することができます。本当にタイミングが非常にシビアなので、もう本当に最終手段という感じですね。まあ慣れてる人からすればもう普通に簡単にできてしまいますけど。Yeah, I don't know. Maybe it doesn't make sense. It was good. It was good. Yeah, it went very well. The first year was good. It was very clean. Was cool, doesn't make sense. The second, five minutes. We did. Yeah, it's your first. Yeah, yeah, it was very good. Guys, next pace time was good, guys. Guys, next time let's move. Let's move from the tornado. Ah, that was bad. Yeah. Let's move from the tornado. We need the anonymity. Yeah, I know. Yeah, but yeah. We have to. Probably. Yeah, but that's still good opening, even guys. Even in second area. That's still good opening. はい、ではまた始めました。Yeah, I know, but still, you have openings if your friend has aggro and amenity, you know. So. Evasion. Last one was really good with the two boulders. Really lucky. So let's see. 前回のさっきのなんですか、チャレンジはですね、なんかちゃんと落石2回やってたんで、今回も同じようにできればいいなと思うことです。おっと、 What? Oh snap guys, How? Do we try again? Because of Thanos. Yeah. We try? おっとリセットですね。ちょっと最初ちょっと事故ってしまいまして、 I think guys the strategy at this point to go is just safeSafe and slow. There is no sa- Oh, why am I- I did iframe. Reflex. Okay. Kill me, please. Okay, good. Bye-bye, Vamo. Lador has some more donation messages for you guys. Well, not really donations, but I want to- まあ、時間的に次が最高のチャレンジかな。Malmö City. Malmö City is the beautiful people that allowed us to stay here, have fun, enjoy the city while we're-traversing the speedrunning community of ESA. How did you die? They are of our hosts, of course, because they once again, thank it. You, Malmö City, for supporting the event and making us feel at the home. Behemoth is not smart. 10,000 IQ. 10,000 IQ. Super smart. Watch your time. I love my loading screen.そうですね、次からは火力よりも安全面を取ることに専念するようですね。I eat. Eat it. Oh, booster. Let's go. Yo, that Palico man, do something. Hooton. Hame? Yeah. Katon. Gokakshin no jutsu. Oh, you didn't hear mine. No, come live. On. Come on, stop, please. Wow. Oh. やめてください。Guys, we can do it. Yeah, sure. Yeah. ちょっと奏者さんからちょっと、ね、とんでもない単語が出てましたけど、まあスルーしてください。Yeah, that's right. Yeah. One more time. Guys, if we fail this one, let's go for the normal one. Yeah. Yeah. I would say so. Yeah, for people at least. Yeah. At least for people. この奏者たちちょっと日本か結構好きなんですね。うん。Last chance, you guys got this.で開幕方向を見切り切りで、おっと。Let's switch back to Peppo's view. まあいつも通り最初に回避の装備を装着して、前足を投げるスタンスを取ってきます。で見切り切りを当てながらその気象体回転切りを当てて兜割りを決めていきたいところですね。
いいですね。行動的には今のところかなり出れてますね、ベヒモス。でこの技なんですけど、そのボディープレスみたいな、これはですね、周りに振動が発生してしまいますね。なので、回避取らないと、もう次の攻撃に被弾する可能性がかなり上がります。幸いフレーム回避は割と容易な方なんで、気をつけさえすれば。おっと、敵地を取ってしまいました。ベヒーモスはですね、頭を一定時間、一定数攻撃するとですね、その敵地を取って、その敵地を取ったプレイヤーを積極的に攻撃するようになります。で敵地を取ったら、先ほどちょっと邪魔なミールストームっていう技は、使用しなくなる上、メテオも、1個に減って、敵地を取ったプレイヤーにめがけて、落ちます。で、そうですね、なんか、エリア移動をする前に、落石をなるべく当てていきたいところです。Normally, we are using augmentations on weapons, which heavily help us. OK、ちゃんと2つ当てました。あ、2つ当てました、OK、はい。Yo, nice.本来はですね、これ最終装備で挑むはずだったんですけど、まあ火力だけではなくてですね、カスタム強化っていうのがありまして、体力のカスタム強化を、まあ、使用してるとのことなので、攻撃するために自分の体力回復しますので、今回そういうのがないので、そうですね、なんかちょっと辛い感じがあります。Restores your HP a little bit every time you hit the monster. Let's take aggro if you can. Do the helm breaking in the head. You want aggro? Yeah. 乗りました。Oh, I mounted. Nice. Peppo goes for the mount. Yeah, doing it. Okay, finish. で乗りは本当はすごく長いんですけど、味方がですね、味方だっけ、まあとりあえず弾け結晶っていうスリンガーの弾を打つと、乗りのフィニッシュまで。時間が短縮されます。ナイス。前足転倒で、ミールストームを、阻止できました。ちょっとコメットの位置ちょっと注意しておきたいところですね。ちょっと壊される可能性がありますね。まあでも通常のベヒーモスなんでそこまで気にしなくてもいいかもしれませんが、ミールストームなんですけど、ちょっと非常に厄介な行動なんですけど、裏を通常答えだったとしたら、モーションが非常に長いので、いろんな攻撃のタイミングになってますね。お、今回も、また、ミールストームを前足転倒で、そうしてきました。で、ミールストームはそうですね、基本的には戦う場所から遠ざけるのが一番いいです。で、はい、エクリプスメテオですね。今回大丈夫でしょうか。ちょっとそれでもちょっと強気に攻撃しますけど、まあ、うん、ちょっと一人落ちてしまいました。ここでまあだいたい 50% ぐらい体力削れましたね。このエリアに入ると。やばい。ああ。大丈夫かな。あ、OK です。はい。さっきの攻撃に捕まれたら、裂傷状態になって、ですね、そのまま追撃を食らうので、そうですね、なんか先行で阻止することが、まあ、そうですね、重要です。さて、まあ、引き続き、前足を狙います。このエリアは確かメテオ1個かな。で、このエリアからまた行動が、ベヒーモスの行動がまた変わりましてですね、ちょっと全体攻撃というか、その
周りを攻撃するよう、周りを攻撃する頻度が増えます。その絶対攻撃っていう。 Yeah guys, I'd like to remind you, this is the bone long sword, the weakest long sword in the game. This is why this is such a challenge and so hard to do. We're on yellow sharpness and really low attack.おっと、あと、あと一つ、あと、そうですね、あと一回落ちたらクエスト失敗になってしまいます。おっと、あー失敗してしまいました。これ多分リトライできませんね。 I'm sorry guys. That was it guys. Oh noThe challenge with the weakest weapon in the game. いやー、最初期装備、初期武器でベヒモスを討伐するチャレンジ、ちょっと失敗してしまいました。So let's see the damage. The damage and how fast we can kill this thing. This targeted time now will be sub 6. So it will be about 3 times as fast. あ、時間ちょっとオーバーしてしまう可能性ありますけど、今回はちゃんとしたタッチで挑みますね。なので、まだまだやるようです。There was a time when Western Monster Hunter fans had to wonder whether they'll get to play the next Monster Hunter game at all whenever Capcom announced a new title. Now we have Monster Hunter being showcased at a major speedrun marathon. This series has come a long way.Emma, and I am excited to see what the future has in store for it. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thanks Kanta. So much. Thank you, Kanta, our best Thanks, girl. Best. I also want to take this time to update you on the language bit bar that Tomb Raider The Last Revelation. そうですね、もうちょっと遊びは終わりだって感じ。なんか、はい。ちょっと、カンタ側も本気出しますね。Japanese is now in the lead with $40, followed closely by German at $35, and English and French and still stuck at $15 and $5 respectively. You guys did a change? Do you want Japanese to win? Do you want German to catch up and reclaim its throne? Or do you want to see French rise from the bottom up? You can make all the difference with your donations, and you're helping a good cause. Make it French, guys.French guys, make it French. Petlo, l'Italia. Petlo, Liga. そうですね。タッチだけちょっと変えました。ちゃんとしたタッチに。多分竜属性のタッチだと思います。So, Peppo, maybe you want to explain what will be different now, actually. Oh, now we are using Char Decay, which is one of the most powerful longsword in this game. It has dragon element and massive damage, really.It is from Kul'f Taroth, right? Yeah, it's a guys. No monster. はい、この武器はですね、マムタロトのその黄金武器ですね。はい、その黄金武器のバルハザクの武器です。黄金武器はですね、そのデフォルトからちょっと属性改心というスキルがついてます。非常に強力ですね、その属性付きの武器は。All of us four have those long swords. もうダメージが見るに変わってますね。All the way down to sub 6 minutes. そう、骨たちの当初のタイムは14分だったんですけど、今回これでだいたい6分5分台で終わると思われます。So here, as you can see, compared to the previous run, we now have white sharpness, which is the highest sharpness on the weapon that you can possibly have in this game. Not only do we not really bounce anymore, we also deal a lot more damage. And you can see this on these damage numbers. Those damage numbers are super high. And we are already going for the first meteor soon. Oh no, in the second area. Guys, come here, guys.ちょっと悪石を当てに行くスタンスですね。
おっと、いいですね。ちゃんと2発当て、あ、1つ外してしまいましたが、まあ1つ当てましたので、よしとしましょう。まあ、大体 5%、最大体力の 5% の体力、あのダメージを逃してしまいました。で、骨装備と違って、今回カスタム強化の、体力があるので、ちゃんと、攻撃するたびに体力回復してます。なので、回復する手間が省けますね。そういう。そして、転倒の数も前回と違って、もう非常に多くなってます。Guys, watch mount. No, we don't have. Also, third Darius, mind. Oh no. Guys, we can mount. Seriously, we can mount, guys. I'm gonna skip the area 3. No, it's too far from the ledge. Alright, what's the time on this one? はい、今回はちゃんと全員制動してますね。Can we check the time on this one really quick? Yeah. Oh, fuck. So, what do you say, Peppo? Are you in within the time goal? Yeah, it's evasion, fine. Guys, evasion. It's fine. Yeah. We missed our boulder, but we can. Should be okay. Yeah, that one will be important. Evasion mantle time. Yeah. Evasion mantle guys. Increases our attack of 30%. ここでノリを狙うようです。はい、乗りました。乗って、弾き結晶を当てて、ノリフィニッシュを決めます。はい、順調ですね。Alright, Ecliptic Meteor on to the last area, 25% HP remaining. これで最終エリアに突入します。残り体力はおよそ 25% です。もう骨吹きと比べてもかなり速いですね。It's a gesture in the game which lets you jump up super high and you can escape the Ecliptic Meteor attack.And when he uses for the last attack, Behemoth will cast this last meteor attack and it will die from its own attack basically. Once the HP goes to zero. 場所はちょっと怪しいですけど、大丈夫ですかね。Yes, nice. Guys, let's move, let's move. Guys. Yeah, wait area. Guys, let's move. Let's move. はい、やっぱ移動しました。おっと。Guys, please. Yeah, that's fine. It's bad. コメントがいっぱい落ちてるので、そろそろエクリプスメテオが来ますね。このエクリプスメテオが落ちた後、ベヒーモスが討伐されます。まあ原作で言うとファイナルアタックですね。これは、はい、エクリプスメテオです。はい、これで終わりです。全員ちょっとジャンプによってかわすことを目的としますが、はい、成功しましたね。はい、GG です。実質的な GG です。
Thank you guys so much for having us. It's been a blast. Malmö, ESA, Sweden. Thank you guys. May the RNG be with us. Bye. Thank you so much, guys. Good punch. Pepo. Thank you. ということで、これでモンスターハンターワールドは終わりですかね。はい、これで最後です。いや、なかなか面白かったですね。あんまりモンスターハンターの単体 RTA って見ることがないので、はい、そうですよね。なんか見た瞬間、あ、これは見なきゃとは思ってました。なんか本当に珍しいと思うので、モンスターハンターの、あの RTA イベントの出展は。ゲーム全体やるとすごい長くなっちゃいますしね。こういう見方が多分イベント的にはちょうどいいのかもしれないですね。そう思いますね。僕もそれが一番いいと思いました。では以上でモンスターハンターワールド、解説はコーラさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次のゲームがゼルダの伝説ブレスオブザワイルドとなっています。準備通しますので少々お待ちください。